香港チャンネル。はい、質問が来ております。立憲民主党の小川淳也議員が朝まで生テレビで、消費税は 25% 以上、日本の人口減は最大の希望と発言していましたが、これについてどう思いますかというところで、これをブレンとずっと言い続けにやったらいいと思いますけど、多分ブレて、いや、そんなこと言ってなかったって言うんちゃうかなとか思うところもあるんですけども、まずね、消費税をっていうのを森永さんですかね、が、いくらぐらいまでって言ったら、最低限北欧並みの 25% って言った瞬間に、森永さんがちょっと天を仰いで、あ、これはダメだ、みたいな顔で。で、片山さつき議員も、こうやって、っていう顔をしてましたね。そして、三浦瑠麗さんも、なんか、こうやって、ちょっとずっと、この人何言ってんのみたいな感じ、そして小林慶一郎さんですかが、なんかこうやって下をこう向いてずっとやられてましたけども、そしてね、司会の田原総一郎さんが、ね、小川さんはどうなの、人口は減った方がいいのって、いいとは思いませんけども、日本の人口は、減は最大の希望やとね、日本の人口減っていいのって言うたらいいとは思わないけども、日本の人口減は最大の希望っていうところで、いや、この人をね、消費増税を 25% として、ね、この少子化でね、年々70万人日本人が減っていってる中でですよ。ね。子供が増えてない。そして、高齢化が進んでる。ほんで、消費増税でて、どういうふうな産業で、どういうふうな、ね、生産性を用いてやっていくんかなっていうところを、本当にしっかり聞いてみたいなと思うところでございますよ。やっぱり子供がいてなかったら逆三角形やったらね、今、やっぱり、昔みたいにね、土台がしっかりして富士山型ね、三角形になってたら、まだ、その消費増税もあってもええかなとか思うけども、この逆やねんから、ね、25% って言うて、だ誰が負担していくの？もうっていうところでございますけどもね。だから、減税をして、増税じゃなく減税をして経済を伸ばして、自然増収にするっていうね、そういうふうに考えるべきであって、この30年、20年、賃金が上がってこなかったのは、消費増税が原因っていうのも分かってるっていうことやのに、そういうことをね、なんで、その Z と同じような感じでなっていくんかなとか思うところでございますけれども、本当に、このね、党には、ほんまに、希望は見えないなとか思いますわ。本当にこれは党の方針なのか、この人一人の発言なのかっていうのもある意味聞きたいなっていうところが正直なところで、皆さんは本当にどういうふうにね、いるならば上げていくべきやと思うけどもね、上げんでもね、いろんな歳出カット、ほんでいろんなね、補助金とか、なんとか財団とか、そういう NPO とかでも本当にね、このガラス張りの会計をしているならば、それでいいんですけど、そこに予算を組んで、ね、本当に使い切ってないからって言って、年末に使い切ろうとか、年度末にとか言うんじゃなくて、それを繰り越しでって言ってやっていく。かなあかんのちゃうかなとか思うけど、そういうところの手こ入れとか、そういうところのね、監査とか、そういうのをしていただければね、いいんですけども、本当に、机上の空論でね、スタジオで、夜中やからテンション上がってたんちゃうかなとか思うけども、ね、いや、持たないよと。うん、だから、どういう風にしていくのっていうね、北欧並みにって言うならば、北欧ができてるから、日本ができる。
って言うんやったら、どういうふうにするんですかっていうところをね、ただただ消費税をっていうかね、言うてるだけではあかんと思いますけども。で、ね、人口減っていうのは、人口は最大のね、武器にもなるというね、ところで、ね、ご近所の国ね、人口が多かって、そういうふうに、まあそこで、それよりか、もっと考えてもらわなあかんのは内需拡大してね、やっぱり第一産業を伸ばしていくっていうようなことを考えていかな、ね、そんなもん、税を取るとか、うぬんちよりか、ね、自分らで国防のことも考えて、そしてね、食料も国防ですから、そういうところやと思うんですけども、本当に、なんか、絵空ごとにしか聞こえない。まあ、ね、それでできんやったら、どうやってやんのかっていうのを具体的な、で、何年までにって期限を決めてっていうのを、ああいう場所やん。ちゃんと、なんか、表でも作ってきて、やりゃええと思うけども、まあ、ね、なんか、ずれてんのではないかなとか思うのは私の意見でございます。はい、まあ、そんなんでびっくりこいてあの場におったら眠気も覚める方と眠気が増す方がおったんではないかなとか思うところでございます。ね、人口減は最大の希望というっていうことはね、なくなれよって言うてんのか、それか産むなよって言うてんのか、どっちなんですかって、どっちにも取れるしね、産まなくてええっていうようなこと。そしたら消費税増税 25%、 誰が払うねんってなってくるからね、本当に、ようわからんなと思うところでございます。まあね、日本の一番大学の法学部を出てはるか存じ上げへんけども、びっくりしましたね、年明け早々というところで、こういう私の意見でございます。質問また待っております。どしどしください。ありがとうございます。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので。